清和電機の店長の片山です。今日はソニータブレットを連日ご説明させていただきましたけど、ソニータブレットにつなげて使っていただくウォークマン用ドックスピーカー RDP-NWV25B、 こちらの方を今日ご説明していきたいと思います。ソニータブレットで音楽をずっと鳴らして聞いておったんですけど、ソニータブレット自体の音が、スピーカーがちっちゃいからどうしても音がこもるっていうんですかね、音があまり良くないな、音楽とかを聞くときに思ったんですけど、今日 Bluetooth で電波を飛ばして、こちらでソニータブレットの音楽を電波で飛ばして鳴らすドックスピーカー、非常に良かったんで、こちらにちょっとご説明をさせていただきます。商品的には非常にちっちゃいスピーカーが一つしかついてないんですけど、これが360度音を広げて、聞いていただくという商品になります。操作的には電源スイッチ、ボリュームの大小、ブーストといって重低音を響かせるボタン機能、あと Bluetooth のペアリングのスイッチ、オーディオのインというスイッチがついております。あとこちら AC アダプターの差し込み口、あとアナログ音源のオーディオインの端子、あと、USB のチャージオンリーなんですけど、こちらの方に端子がついております。なかなかデザインも良くておしゃれなんじゃないかなと思います。お色の方がブラックとホワイト2色ありますんで、よろしく。はい、これからこちらのウォークマン用ドックスピーカーとソニータブレットのペアリングの設定をしてみたいと思います。まずドックスピーカーの方の電源をオンにしていただきます。あとなんですけど、 Bluetooth のペアリングボタンを押していただ、長押ししていただいて、こちらのランプが早く点滅するようになったら離してください。これでドックスピーカーの方の準備はできました。あとタブレットの方のペアリングの設定をしてみたいと思います。設定画面を出していただいて、設定、無線とネットワーク、 Bluetooth、 こちらオン、はい、こちら、ペアリングをこれからしていきたいと思うんですけど、もう品番がすでに出ております。 RDP-NW25B、 こちらとペアリングしていただきます。ペアリング設定中になりました。はい、これでドックスピーカーと Bluetooth でつながるという形になりました。これで準備 OK です。はい、設定ができましたので実際音楽を鳴らしてみたいと思います。ソニータブレットの方から今回ちょっと通常音楽使えばいいんですけど、著作権の方の問題で著作権フリーの音楽を使って鳴らしてみたいと思います。こちらの方にミュージックアプリありますんで、オン、するともうこちらの方から音が出てまいります。音を大きくしてみます。こちらの方で設定、タブレットの方で音を大きくしてみます。小さくします。ソニータブレットで Android の 3.2 の時には同じことをやった時に
音が途切れるようなことがあったんですけど、 Android の 4.0 になってから実験するとほぼ止まらず、まあ、ノイズ音がプツプツ途切れるようなことはほとんどないです。ソニータブレットの方を電源つけっぱなしで、例えばメールが受信されたりしたときにもしかしたらちょびっとノイズが入るようなこともあるかもしれないんですけど、ほぼ問題ないと思いますので、使用に耐えれるんじゃないかと思います。ぜひウォークマンドック用スピーカー、RDP-NWV25B お買い求めよろしくお願いします。セーバーの方では常に展示視聴できるような体制になっておりますので、お近くの方はぜひ遊びに来てください。